はい、やってまいりました。現在私がおりますのがこちら廃道でございます。この廃道を抜けた先にね、のりが待っておりますということで、ガンガン攻めていきましょう。ここめっちゃ滑るから皆さん気をつけて、レッツゴー。この急斜面を下っていきます。かなりね、傾斜強いです。で、そしてあっちのね、河原の方に降りていきます。結構危ないな、ここは。トヨタカー到着しました、ございます。なんやこの赤ちゃけた水は。ただ川の上に赤ちゃけた水が溜まってるだけ。そう思ってる皆さん、登らないで。なんやこれ。なんとこちらに溜まってる水、温泉です。まさかの無料です。信じられません。もう疲れしかないでしょ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。全体像を見ていきましょう。あのね、壁のとこからもね、何本か染み出し、ありますね。ね、全体的にね、積雪で真っ赤に染まっています。でね、至る所でね、自噴してる箇所もありますね。で、なかなかな湯量で、こんな感じで結構湯量ありますよね。すごいです、ドバドバです。こんな感じで周りの風景こんな感じです。かなりね、大雨降ってましたので、先ほどまで結構ね、水量もかなり多いので皆さん気をつけてください。はい、ということでやってまいりました。すごくないですか皆さん、もう露天風呂が出来上がってますね。いや、すごい。結構ね、この辺ね、疲れる場所、かなりね、40センチくらいかな、結構水深もありまして、素晴らしい露天風呂です。ということで、はい、頑張ります。いきます。失礼します。あったかいかな、冷たいかな、さあ、イエッ、皆さんどっちだと思いますか、この表情どうですか。いや、いいお湯。さて皆さん、何度でしょうか、何度だと思いますでしょうか。これはですね、冷たい温泉でございます。うわー、ガン決まりっすね、これ目覚めます。ここね、かなりおすすめです。なんだってね、ここ無料ですね。はい、無料です、信じられません。普通だったら600円ぐらい取ると思います。でね、ぜひ皆さん、家族旅行や新婚旅行、ぜひ、奥さん喜んでおります。ぜひ皆さん、家族旅行、新婚旅行で使ってみてください。本当、素晴らしい経験でした。どうもします、帰ります、帰ります。素晴らしい、整っちゃう、この冷たさ大満足です。